ワンピース海賊無双4だ。オーダー受けたまわりました。メリー号に別れを告げ、戦いの傷を癒すルフィたち。そこへフランキーが現れ、一味のために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称される強者である。お金か、ルフィ。愛ある拳は防ぐ術なし。ずいぶん暴れとるようじゃの、ルフィ。ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。いやー、ごめんなさい。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊か、お前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、四皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その四皇を食い止める力として海軍本部オーカ七部会が存在し、3つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているという。さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー・D・ドラゴン。ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり、知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。これやっぱ言っちゃまずかったかの。今のなし。さて、お前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろ。その後、一人の海兵がルフィの前に姿を現す。お久しぶりです。僕が誰だかわかりますか？僕です。コービーです。覚えていませんか？チビで泣き虫だったあのコービー。本当か？海軍総長コビー、彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い、海兵になるという夢を後押しされた少年である。近くにお二人がいると聞いて、いても立ってもいられなくて。今の僕があるのはお二人のおかげですから。しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。なんでグランドラインにいるんだ？まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知ってますか？新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海。その海を制した者こそが海賊王です。僕、もっともっと強くなりますから、必ずまた新世界で会いましょう。
新世界。麦わらさん、手配書見ましたか？あんたとんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまってる。わあ、上がった。ソゲキングにもついてるぞ。なんで俺だけ選んだよ。これのどこが俺だ。笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五重ベリー。まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのはこっちなんだ。兄貴が賞金首になっちまった。このウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえんだ。きっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ。兄貴を海へ連れ出してくれ。あの人もともと海賊の子なんだよ。え？夢の船が完成したぞ。フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって。あと出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ。急いだ方がいいかもしれねえ。じいちゃんが？始めるか。素手で大砲撃った。年は取りたくないもんじゃ。最近パワーが落ちていかんわい。じいちゃんをどうにかしねえと攻撃が止まらねえぞ。
取った。トニー、ボールコントです。パンツ返せこら。俺の一丁だ。兄貴は俺を追ってくる。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。じいちゃん、砲弾投げるのやめろ。おじいちゃんに向かってやめるとは何事じゃ。甘い気言おうとなりおって。貴様、サイボーグフランキーの手下だ。フランキーはどこに。トリエボールコートレットセール。トリエボールコートレットセール。海軍だ。兄貴も追ってきてるってのに。やべえ。トリエ、やるようになったの。てめえ、覚悟はできてんだろうな。ゾップ、戻ってこねえのか。ルフィ、分かってんだろうな。あいつが頭下げてくるまで認めちゃならねえ。今回ばかりはこいつの言うことが正しい。深い謝罪を聞けるまでは黙って待とう。ロフィ、俺は今忙しいんだ。トリエポールコートレットセール。トリエポールコートレットセール。ポワトリエ1号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 。トリエポールコートレットセール。ポワ
は行くエクストラ発進いいねアルドよっ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 トリレポールコートレットセールフォワードレポールトリレポールコートレットセールフォワードレイルチゴちょっと僕がパワーサッドよっジュニアソッチョンプよっよっハチキューヒーソーチャルあれかかってこいよっ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 レセッショントリレポールコートレットセールフォワードリーグ1号トリレポールコートレットセールフォワードリーグ1号トリレポールコートレットセールこれをカードは頼みましたトリレポールコートレットセール行けろクソどもトリレポールコートレットセールパンチ返しやがれじゃあ赤間になれよテアラでよけ手を貸しましょうかよっよっレセッション守ってくれて助かった今度は俺たちが麦わらさんを助けるぜトリエポールコートレットセールフォワードレイル1号船ありがとう最高の船だ大切にするなあおめえらの旅の無事を祈ってるフランキーこのパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれバカ言えパンツ取ったぐらいでそもそも俺は船大工を辞めた身だだからそいつは俺の作る生涯最後の船になる念願だったんだそれこそが夢の船だ待てフランキこいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ出航していくつもの海を越えて幾度もの戦いや困難を乗り切り海の果てへ到達した時その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのかやりてえことが変わったんだやりてえことそれは違うお前が今この島でやってることは全て償いだもういい加減に自分を許してやれよフランキーなんだフランキー旅の荷物です兄貴頭振り絞って一生懸命考えたんです子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか申し訳ねえでも少しくらい考えたらダメですか俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですかじゃねえよ
カリボテ修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったー。ちょっと行ってくらー。さっさと上がってこい。海軍が迫ってる。出航の準備しとくぜ。あとはさっさと。よし、帰るぞ、仲間のもとへ。あとはどう自然に一味に戻るかだ。お前ら、新しい船に乗り込め。ただし、途中の海軍はみんなぶっ飛ばすぞ。了解、キャプテン。何もせず見逃すってわけにはいかねえか。まあ足止めでもしとこう。あの氷壊しといたらウソップが青霧から逃げられるぞ。トリレポールコントレットセーフ。フォアトレイルチゴー。トリレポールコントレットセーフ。どいてくれるか。あら、俺の相手してる暇があんのか。こんなところにゴールのカメラ。他の道を探すしかねえか。トリレポールコントレットセーフ。フォアトレイル。我らも参戦する。おめえら、この船の名前だが、バイオネル親子。あの子、一種ひまわり。勝負か、おめえら。なかなかやるじゃねえの。これ以上の邪魔は野暮ってもんだな。
知らせてくれる。仲間に加え海軍の追撃をかいくぐり新しい船に乗り込んだ麦わらの一味だが、そこにウソップの姿はなかった。やがて船は出航し、ウォーターセブンの町は小さくなっていく。その時船を追って一人の男が現れた。ごめん、意地張ってごめん、腕が悪かった。今さらみっともないんだけど、俺一味をやめるって言ったけど、あれ
取り消すわけにはいかねえだな。ダメかな。頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。バカ野郎、早く捕まれ。サニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ船に引っ張り上げる。ようやく全員が揃い、一味は歓喜に沸き立つのだった。サウザンドサニー号。過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は本格的に船を出す。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウードバースト。クードバーストによって一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味はサニー号と共に新たな航海に突き進む。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だがあの船の勇敢な魂はこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。おー、上等だ。